6月末までの段階で37万円増えてました。親から支配権を得たので、ここで投資に回したっていう裏話があります。どういうこと？はい、どうも、てるぞーお金塾の積田てるぞーです。そうみちかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマはですね、ただの大学生が積立ニーサを3年半やってみた結果、イエーイ。はい、まあ結果発表系ですね。はい、僕がですね、2020年の1月ですね、大学2年生、全く投資もしていない、何の起業もしていない、そこら辺にいる普通の理系大学生でしたね。はい、そんな頃にですね、ある程度勉強もしたんですけど、今思えば知識不足だった部分もあるなと思いながら、まあなんだかんだ勢いで始めてみた結果どうなったのかというねところについて、実績公開というところをやっていこうかなと思います。今はもう大学生じゃないですよね。3月まで大学生でしたね。じゃあ結論、今3年半やってどんぐらい増えたんでしょうかっていうところなんですけど、どんぐらい増えたと思いますか？どんだけ増えた？はい、それ全部で積み立て NISA だけじゃなくて、積み立て NISA だけでですね、だけで今日は積み立て NISA の発表なので、まあなんかよちらっと覚えちゃった。覚えてる。だって30万とか40万近いですね。あ、合ってますね。はい、ラスト6月末までの段階で37万円増えてました。わ、すごい。でも、はい、すごいな。そうですよね、うん、正確に言うと37万7029円ですね。はい、増えてますと、はい、だって何も働かないで増えてる額の話だもんね。まあ、そうですね、はいはいはい、積み立て、うん、全部じゃなくて、あ、そうですね、増えた分だけ、増えた分が37万7029円です。だから今積み立て NISA の資産合計で言うと151万円とか、はい、全部今売っ払ったら積み立て NISA、皆さんご存知の通り非課税なので、本来であればこの37万円の2割が税金取られてますよね。だから3万7000かける2でざっくり、まあ、7万4000くらい税金が取られてます。うわ、でっか。そうだけども、その7万4000円がまるまるもらえるから、151万全部売った瞬間に手元に入ってくるよねっていう感じになります。イエーイ。はい、っていうのがまあ実績公開だったんですけど、今日はですね、実際いくらぐらい投資してたのとか、なんでこんなに増えたのっていうところについてお話をしていこうかなと思います。はいはい、じゃあ一つ目、実際の投資額っていうところからですね。はい、テルゾー投資の歴史と書いてあるんですが、はい、僕の歴史を振り返るとですね、主に2つの銘柄を買ってました。はい、実は、今って僕 EMAX スリム米国株式、まあ、S&P500 に連動するのをもう買ってますっていうのをちょっと公言してるんですけど、実はですね、最初の3ヶ月ぐらいは違うやつ買ってました。おお、全部。あ、そうそうそう、そうです。実は最初の3ヶ月はひぐみプラスっていう商品をおりました。はい、で僕がですね、藤野秀人さんという投資家さんがすごく、まあ、本読んだりとかして、あ、この人すげえな、大事だったって言うよね。すごいね、うん、いい人だなって思って、うん、その人の会社に投資したいなと思って最初したんですよね。だけど投資信託っていうものの、特性上とか積み立て NISA っていうものの特性上、そもそもこう20年単位で見ていかないといけないんですよね。で、なおかつ投資信託って別にその人がリーダーじゃなくてもファンドマネージャーって言うんですけど、別の人がファンドマネージャーになったりもするんですよね。そうって考えると、ただ単にその人がいいなって思ったからっていう理由だけで選ぶのはちょっと、20年って見ると一人の人にかけるっていうのは、まあ、もしかしたらその人のモチベーションの問題もあるかもしれないし、今後どうなっていくか分かんないしっていうので、ちょっと念のため積み立て NISA はちょっとより手堅くインデックス投資って言われる方にしておくかってなったという実は経緯がありました。はい、でその3ヶ月が過ぎた後ですね、その後の7ヶ月間は今買ってるやつですね、 EMAX スリム米国株式レサントリーがやってるやつですね。はい、それを最初は月1万円やってましたね。なので最初の1年間ぐらいはずっと月1万円の積み立てだったんですね。おお、そう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 、大学2年生の時かな、2年生から3年生にかけての時ですね。その頃はまあそんなに別にお金もなかったんです。バイトで稼いだお金を、まあ、ちょっとだけ投資に回してみようかなっていう感じで月1万円ぐらいやってます。今のテレゾーからだと想像ができない額です。今なら絶対マックス突っ込め、まあまあマックス突っ込んだ方が余裕資金があるならって、僕いつも投資は余裕資金が大事だよって言ってるんですけど、実際僕も、まあ大学生の頃の余裕資金っていうのは1万円ぐらいですね。そう、うん、まあ、1万円でも大学生にしては結構頑張った方かなとは思うんですけど、まあ、そのぐらいをコツコツとやっていたというところになります。で裏話があって、金額がマックスに増えた理由としては奨学金あるじゃないですか。うん、奨学金の108万円を借りたまま銀行にずっと眠ってたんですよ。1円も使わないで。あ、そうっていうのがあって、借りたやつですよ。それを親から支配権を得たので、ここで投資に回したっていう裏話がありますね。なんでこれ、使わなくてもいいの？そうですね、使わなくても。え、誰が目当てたの？
僕は本来は払うべきなんですけど、うちって母子家庭で母親がまあパートなんで収入が少ない、まあ、非課税世帯なんですよね。でなおかつ成績が真ん中よりはちょい下ぐらいだったんですけど、ってなると授業料免除があって国立だったんです。だから一応借りて学費が必要になったら使おうって思ったら、結局4年間学費いらないまま卒業しちゃったっていう。すごい。あ、そう。いや、すごい、すごいことで。あ、そう。だから学費使わなくてよく済んだから、借りてる分があるから使っとくから。ああ、それは。で、奨学金って僕借りたの無利子だったんで、0% の利子と、まあ、3% 出る可能性がある投資だったら、まあ 3% の金か、現金つけることもないし、いいかなって感じ。なんかでも、はい、手つけてないお母さんしてる。まあ、そうですね。まあ、俺の感じだった。立派だね。いや、うちのままなんですか。それはそれ窃盗ですよね。そうそう、それだって権利こっちだから。そう、では流れがありました、はい、重要な教訓としては、余裕資金でちゃんと続けていたこと、無理のない範囲で収入というか動かせるお金が増えた段階で金額を増やしたということ、余裕資金が一個大事なポイントで、もう一個がアクティブファンドは難しいよねって感じですね。正直ひふみプラスってやつは実際に後どうなったかっていうと、めっちゃ伸びてたわけではないですね。ちゃんと500はしっかりと伸びていく中、3年半見ただけの話なんで結果論でしかないんですけど、現状は正直3900で、まあ、結果だけを見ると良かったなというところになってます。ただ僕はまあ藤野さんの投資の方法とかはすごく尊敬しているので、今も本とかを読んで、はい、復活してくるのを応援しています。2つ目のポイントですね。なぜ積み立て NISA でこんなに増えたのかなっていうところについてお話をします。重要なポイントとしては、シンプルに運が良かった、タイミングが良かったっていうのと、ちゃんと続けられたっていうのになるかなと思います。だから結局一番のところとつながってくるんですけど、投資額を無理しない範囲でやっていたから、コロナショックっていうのはあったんですよ。過去の、まあ、S&P500 のグラフとか見てもらうと分かるんですけど、すごい下がったんですよね。でも普通の人だと下がったらもう怖くなっちゃってやめちゃったりっていうのが結構投資初心者のあるあるで、積み立て NISA でいうと一番やってはいけないミスと言われてるんですけど、続けられない、それを僕はちゃんとミスらずに続けることができた、これが一番大きなポイントかなと思ってます。短期的に見ると、コロナショックが投資中にあったっていうのは、マイナスなイメージの方が多くないですか？投資してる時にコロナショック来たら、ちょっとなんか、マイナスな方が、多分イメージが。なんか損失そうな感じ。いや、そう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 。って思うんですけど、ちゃんと続けていたからこそ、むしろコロナショックは今から見るとラッキーだったなってなります。下がってる時ってたくさん積み立てNISAと買えるんですよね、ドルコスト平均法っていう買い方だから。だから普通の人がコロナショックが来て、ああ俺が投資始めたらコロナショック来ちゃってショックだったんだよね、運が悪かったんだよねっていうのか、ちゃんと続けた上で僕は未来から見たらコロナショックはむしろたくさん買えたから、今むしろこんなプラスになってるのはコロナショックがあったおかげっていうのも要素としてあります。なので僕はちゃんと続けてられてよかったなというお話ですね、はい、なのでなぜこんなに増えた、結論ちゃんと続けていたからです。積み立てNISAっていうのは今言った通り20年単位でやるもんなので、現状で例えば37万プラスになってますと。ただ僕は20年単位でやるもんだと思っているので、僕から正直マイナスになっても全然驚きません。ああマイナスになったなぐらいで、20年後まで僕は何があろうと待つぐらいの覚悟でやっておりますので、ぜひ皆さんもね、積み立てNISAとか老後に向けての資産形成って割り切って始めるのであれば、短期間の暴落は無視しましょう。はい、目的によるんでね、なんとも言えないんですけど、20年後みたいなところで目標で積み立てニーズを始めた人っていうのは、どんな暴落があってもね、気にせずにコツコツとやっていきましょう。そんなところで本日の動画は終わりにしようかなと思います。まだ積み立てNISA始めてない、証券コードを作ってる最中ぐらいなんですけど、証券コードがねできたらですね、次は積み立て注文とかを実際にやってもらって、もしかしたらいちかさんの実績公開動画も上がるかもしれません。ぜひまだチャンネル登録してない方はチャンネル登録をお願いします。この動画を見て積み立てNISA実際に始めてみたいなと思った方、関連のね動画を、概要欄に置いておきます。積み立てNISAとは何かだったりとかね、実際に積み立てNISA始めるには第一歩として証券口座っていうのを作る必要があるので、そこら辺の関連リンクも置いておきます。ぜひ概要欄もご覧ください。それではそんなところでですね、本日の動画は終わりにしておきましょうかね。はい、じゃあぜひね、皆さんも一緒にコツコツと積み立てして投資の果実を得ていきましょう。よし、それでは本日の動画は終わりにします。皆様ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルではお金や投資について日々発信をしています。この動画がいいなと思ってくれた人は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。 DM なども全部返しているので、投資のことをもっともっと勉強したいって人は、ぜひ Instagram をフォローしてくれると嬉しいです。皆さんの貴重なお時間を割いていただき、どうもありがとうございます。 Thank you!